いてててててエンマコオロいてててててててうわーぶねえ緑がいたよ。この素敵な虫たちの声に囲まれておやすみなさい。はい、みなさんこんにちは、虫岡です。虫岡が7月に引っ越しまして、ついに昆虫飼育専用の部屋を手に入れました。こちらがその部屋なんですけれども、静かすぎひん？虫を飼ってキリギリスとかコオロギみたいな羽を使って綺麗な音を出す昆虫たちが大好きなの。だから昆虫飼育専用の部屋を持ったら、コロコロコロリーとかチョンキーとかグルグルグルとかたくさん鳴いてくれる部屋にしたかったの。俺虫の声ならどんだけうるさくても寝れる自信ある。というわけで今回は虫岡の昆虫部屋をたくさんの鳴く虫の声で埋め尽くして、僕はその中で寝たいと思います。というわけで探しに行こう。てなわけで、土下戦時期に来ております。ここで狙うのは、昼に鳴く虫です。東キリギリスを狙います。めっちゃ鳴いてんじゃん。でもね、キリギリスって、こういう草の浅いところじゃなくて、結構ね、深い草むらの根元とかで鳴くんですよね。草の深いところにどんどん逃げていくんで、結構捕まえるの難しい。もうこういう時はね、いそうなところをいっそガシガシしちゃってキリギリスを低層地に追い出すという作戦もありですね。いたけどあれは無理やわ。こんなとこよ、絶対逃げられるやん。いた、よいしょ、マジでマジマジで、よっしゃ、オラ取った。でっかと思ったらこいつメスやん。なんでメスやねん。まあいいや、メスも欲しかったんでね、ちょっとこれ確保しときましょう。この動き方は絶対にキリギリスだ。慎重に行かねば。どこだ、こっちやな。見えた、よし、取った。おら取ったぞ。しっかり鳴いてもらうよ。皆さん気をつけないといけないのは、キリギリスは肉食です。めちゃくちゃ顎が鋭い。いてて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 、噛まれたらマジで痛いので気をつけてください。あ、いる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 。慎重に慎重に慎重に、うん、よしよし、やりました、オスゲット。いや、やっぱキリギリス捕りはスリルがあっておもろいな。しっかり鳴いてもらうよ。さあ、夜の草原にやってきましたけれども、ここめっちゃ鳴いてるやん。コオロギとか馬追いが鳴いてますね。オオカマキリちゃん、でもあなた鳴かないよね。お前は違うな、少量バッタのメスだね。オスはチキチキチキって飛ぶときに鳴くけどね。まあ鳴く虫とは言わんな。この鳴き声はなんだ、ツユムシやな。いたいた、背筋がいるじゃん。ちょ待って、先にエンマコオロギ取りました。鳴いてもらうぞ。ほんであの背筋いくか。よし、オッケー、オッケー、背筋ツユムシゲット。鳴いてもらうよ。いやー、ヤブキリとかね、アオマツムシも鳴いてるんですけど、木の上やねんな。なんと少量バッタが卵を産んでおります。皆さん、このバッタというのはですね、キリギリスと違って産卵管を持ってなくて、お腹を直接地面に差し込みます。そしてお尻で穴を掘りながら地面に卵を産みつけるんですね。バッタ目にはバッタとキリギリスとコオロギとコロギスが含まれますけれども、このバッタというところに分類されるこいつらだけが持っている特徴なんですね。いっぱい産めよ。今あのタンポポの下に潜ってったね。じーっと鳴いてた昆虫の正体でございます。へい。というわけで、じーっと鳴いていた昆虫の正体はこいつ、草切りでございます。首切りギスに似てますが、より小型で頭も尖ってないんですね。草食でイネ科の植物なんかを食べてますね。8月中旬から鳴き出すんですけれども、首切りギスはその時期鳴いてないんで、まあ、大体草むらでこの時期にじーっと言ってたら、まあ、草切りとかヒメ草切りですね。鳴いてもらうよ。このシキ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 って鳴いてるやつ、多分ヒメギスやねんけどな。こいつら警戒心すげえ強いんでね、捕まえれるかな。多分ここら辺にいるはず。痛い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 。むすいなあれ。よっしょ。おい、ちょっと待って、これ産卵管ついてるやん。メスは鳴かないんですよ。近くで鳴いてやがんな。仕方ねえ、ペアで連れて帰ってやろう。ほら、ここにメスがいるよ。あ、いたわ。よいしょ。よっしゃー、ヒメギスのオス2匹ゲットしました。鳴いてもらうよ。草原から林道にやってきました。ヤブキリと馬追い狙いなんですけども、見つかるかな。これみんなさ、クソザコイ鳴き方聞こえる？チキっていうやつ。
あれ多分ヒサゴ草切りなんよな。いました、ヒサゴ草切りです。ささくってます。泣いてもらおう。ヒサゴ草切り取っちゃった。ほらこの子何がいいって、この顔見て。草切りと違ってね、褐色に緑のラインが入るんですよ。これがヒサゴ草切りの特徴です。こういうね、林縁の笹に住んで、笹の茎とか葉っぱをね、ガジガジかじってる草切りでございます。ヒサゴ草切り、泣いてもらうよ。さあ、というわけで場所を変えてみました。こちらはですね、さっきの場所と違って、またいろんな鳴く虫が鳴いております。馬追いとかヤブキリもさっきより鳴いてるんで、こっちの方が見つけやすいんじゃないかなと思います。そして何よりですね、皆さん、これ鳴き声聞こえますか？クツワムシが鳴いております。こいつは連れて帰らないと皆さん納得しないでしょう。コクワちゃん、てなわけでスイッチョンこと馬追い捕まえました。ちっちゃいんですけれども、音量もでかいし、そして見てください、この前足のトゲ。これね、スパイクなんて呼ばれたりするんですけども、肉食性が強いキリギリスにはこのスパイクがついておりますね。捕まえた相手を逃がさないようにするためのトゲなんですね。ですので、このスパイクが立派になっているやつほど肉食性が強い凶暴なキリギリスです。いて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 、ヤブキリいた、やばい、木の上に逃げる。よし、取りました。ヤブキリでございます。木の上でね、シュル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 って鳴いてるのがこいつなんですよ。こいつも前足と中足、すげえスパイクがついております。日本で一番強いキリギリスとも言われておりますね。ほら見て、この顎、うわー、ぶねー。これセミとか食べるんですね。いっていったいったいった、泣いてもらうわよ。あ、これミンミンゼミの幼虫じゃん。めっちゃ緑、すごいね。幼虫の頃からこんな透け方するんだね。立派な成虫になれよ。お、笹切り鳴いてんじゃん。秋やな。君にも鳴いてもらうよ。いた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 、うるせえ。これ鳴いてるのは茶色のね、褐色型でございますけれども、どうせやったら緑が見たいな。緑がいたよ。いけるかな、あれ遠いんやけどな。いました、鳴く虫の王者、クツワムシでございます。今本当にね、生息する場所が限られてるからね。でもいつも来ているこの場所では安定して毎年毎年生息してくれております。いや、超可愛いな、最高。こんな環境がもっと日本に増えたらいいな。というわけで、こんな感じで帰りましょう。はっはっはぁ、はっ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 はぁ、はぁはぁはっ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 てなわけで、虫岡は今日一日中虫取りをしていたので、ヘトヘトでございます。もう早速ね、エンマコオロギとかヒメギスが鳴いていい感じになっております。虫岡はこのままこの素敵な虫たちの声に囲まれて今日一日終わりたいなと思います。でもコオロギとかヒメギスも部屋で聞くと大きいね。今日はいい夢が見れそうです。おやすみなさい。Thank you.
そ。どこやねんここ。Yes.